余ったギガで猫を救います。どうも、メンタリストの大悟です。というわけでですね、余ったギガで猫を救うって何の話かっていうところ、DX モバイルってのは実はやっておりまして、はい。モバイル Wi-Fi なんですけど、まあ、このね、プロジェクトで殺処分される猫をですね、日本からでですね、いなくしようということでやっております。まあ、このね、ここにちょこっと困ったところに入ってますけど、この端末で、いろんなことができるようなサービスなんで、まあ、興味ある方はぜひ、チェックしてみてください。というわけでですね、本日の、テーマはですね、大悟が手を出さないと決めているビジネストップ5ということで、僕が絶対に手を出さないと決めているビジネスとか仕事とか副業も含めてなんですが、これ実は昔から変わってないんですよ。まあ、手を出さない、やらないって決めてるルールがありまして、で、これ皆さんね、こう、そこの、ね、やらないルールを決めるのってめっちゃ大事なんですよ。これをするっていうルールを決めても、それが古くなっちゃうことって結構あるんですね。ところが、自分の人生として合わないから、これはやめる。自分の性格的に合わないから、これはやめるっていうふうに、やめるってものを決めておくと、余計なものに手を出せなくなって、余計なものに手を出さないと時間とかね、余裕が生まれて、結果いい仕事とかいいビジネスができるようになったりするんですよ。だから、まあ、今日はビジネスっていうとね、自分はビジネスとかやらないから関係ないと思う方いると思うんですが、そのまま仕事に置き換えてもらっても使えます。まあ、僕が手を出さないと決めている仕事トップ5ということで、今日はやっていきたいと思います。ということでやっていきたいと思います。第5位。第5位は、在庫を抱えるビジネスです。はい。在庫を抱える系の仕事とかね、在庫を抱える、まあ、在庫に依存するタイプのですね、副業っていうのは僕実はね、やらないと昔から決めてるんですよ。なんでかっていうと、在庫を抱えるビジネスをしそうになったことがあるんです。何とは言わないんですが。で、その時に在庫を抱えてやばいことになっちゃった人たちのですね、末路みたいなものを調べまくったんですよ。で、結果どうなったかっていうと、いや、この末路はちょっと自分は耐えれないなと。そしてうまくいってても、やっぱり棚卸しっていう作業があったりとか、まあ在庫をどうやって吐き出せようか、セールどうしようかっていろんな判断をですね、しなくちゃいけなくなるんです。在庫を抱えるビジネスというのは。で、それが仕事ではあるんですが、まあ僕、皆さんご存知の通り、たくさん本を読んで、たくさん考えるっていうのが一番楽しいんですよ。で、それを仕事にしたいっていうふうに思ってるので、そのたくさん本を読み、たくさん考えるっていうことができなくなっちゃうような仕事っていうのは、基本的には僕のライフスタイルに合わないなと。はい。こうやって決めていくんですよ。自分がどう生きたいかを決めて、そのどう生きたいかにそぐわないものをやらないルールに入れていくんですよね。はい。で、これがすごく大事なんですよ。というわけで第4位が、在庫を抱えるというものでした。売上に応じて経費がどんどん増えますしね、在庫管理しなくちゃいけないし、在庫管理するために人間もいるし、倉庫もいるし、こんなめんどくさいものはないんですよね。だから僕は基本的には物を売るってことをしないって決めてます。まあ、これ言うと、大福さんいろいろ紹介して売ってるじゃないですかみたいなふうに思うと思うんですけど、僕も自分が気に入った商品を紹介してるだけであって、もちろんアフィリエイト収益とか入りますけど、僕が在庫を一切持ってないんですよ。在庫を抱えないというふうに決めたことによって、もちろん大学生の時にセドリーみたいなものとかね、転売ビジネスみたいなものは在庫を抱えるってことをしないって決めたからできなかったんだけど、しないって決めたからこそ、中途半端な素取りとかそういうことをやらないで、いいものを紹介するっていうことで利益を出すっていうですね、仕事が生まれたので、実はね、何かをしないって決めることって未来の自分の可能性を作ることなんですよ。だから皆さんも決めちゃった方がいいですよ、これは今。はい。というわけで第5位が在庫を抱えるでした。では続いて第4位。第4位は、天井が決まっている仕事、ビジネスです。はい。これはね、おのずと皆さん計算すると分かるんですよ。例えば飲食店だったりだとか、僕昔やったことあります、講演家とかテレビのタレントとかいろんな仕事があるじゃないですか。これ調べるとね、実はね、結構天井が見えてるんですよ。例えばタレントさんだったら、歴史上というか最近のね、タレントさんで多分最も収入が高いのは誰ですかね。まあ、例えばさんまさんとか、マツコ・デラックスさんとか、有吉さんだったりだとか、あとビートたけしさんとか、すごいタレントさんがいるんですけど、大体この人たち10億ぐらいなんですよ。一般公表されたら10億なんで、もっともらってるかもしれないですけど、みたいなのに、ほぼ全ての仕事は天井が決まって見えるんですね。はい。ただ特に、じゃあ、もっと分かりやすく言うと、飲食店なんかはさらに分かりやすいですよ。例えば皆さんが飲食店を作りました。10席です、20席ですって言ったら、もうさ、どう頑張ったって10席20席で、ね、単価これぐらいだからいくらって計算できちゃうじゃないですか。僕、計算できて未来が見える仕事嫌いなんですよ。なんでかっていうと、いつかそこにたどり着くだろうし、もっと言うと、計算できると僕の場合はモチベーションが下がるんですよ。計算できないことが予想だにしないこととか、広がっていく可能性に対して、やっぱ僕モチベーションを感じるタイプだったんで、だからこの天井が決まってるビジネスは自分でやらないと決めておりました。はい。それこそ自分が講演したりとかテレビに出るのも限界が出るから、ほとんどのタレントさんが YouTube とかやらない頃から、僕は YouTube とかを使った、いわゆるオンライン講演、コロナよりも前ですね、オンライン講演もやってましたし、タレントさんがですね、テレビの中にいて YouTube に来ない、時にもですね、 YouTube とかニコニコ動画とか出てたんですよ。なんでかっていうと、 YouTube とかニコニコ動画はかつては天井がなかったんですね。まだ誰もね、そのサービスの天井を見たことがなかったし、あとは今の YouTube みたいに飽和状態になってなかったんで、みんなで広告費の取り合いみたいな感じじゃなかったんですよ。で、その頃はやってもいいんだけど、天井が見えてきたら次に移るっていうのも僕決めてまして、
して、はい。まあ、それも一つね、いい戦略だと思います。だからまあね、D ラボもね、どんどん新しいことを始めていくわけなんですが、というわけで第4位が天井が決まってるでした。続いて、第3位。第3位は、固定費が多いです。はい、さっきの在庫を抱えるビジネスと同じなんですが、結局ね、お金の悩みを抱えちゃダメなんですよ。頭を使って仕事をする人は。なんでかっていうと、まあ、僕本読んだりとかね、考えるのを仕事って言いましたけど、結局ね、人間ってお金のストレスが一番でかいストレスなんです。で、このお金のストレスを抱えると IQ がぐーっと低下して、結局判断をミスって全ての仕事がポシャるんですよ。そう。だからもう僕は最初からお金の悩みを絶対抱えないビジネスしかしないって決めてるんで、そもそも借金とかしないんですよ。借金をしてビジネスをでかくするのはいいんですよ。ただ、借金しないでもでかくできるビジネスがあったらそっちの方がいいじゃないですか。で、これが頭脳労働です。要するに、本を読んで自分の頭で考えるってことは、お金を払っても誰もやってくれないわけですよ。多分 AI もしばらくやってくれないと思います。で、そうなってくると、やっぱり僕の場合は固定費をなくして頭の回転を早くするってことをしないと、おそらくですね、自分のその思考がそのお金とかそのね、固定費に持ってくるのが嫌だったんで、それで基本的には僕は固定費を抱えるビジネスしないと決めたんですね。まあ、結果うまくいったよねって話なんですが、はい。まあ、もちろん売上に応じても経費がどんどん増えますし、あと先行投資がいるビジネスっていうのもですね、僕はこれ固定費に一応入れております。はい。先行投資、例えば飲食店なんかそうですけど、何千万とかボンって入れなくちゃいけないじゃないですか。こうするとやっぱり、まあ、ローンを組んでやる人がほとんどだと思うんですけど、やっぱね、創造性が低下しちゃうんですよ。よっぽどの人じゃない限りは。で、僕はもう絶対低下するって分かってたんで、僕の一番の、エッジである、まあ、利点であるですね、この創造性エッジがなくなっちゃうんで、まあ、だから僕はもう固定費は抱えないでどうにかしようって決めました。で、そこから工夫していけばいいんですよ。そう。つまり、何でもね、できることが決まってると人って全部やろうとして何もできなくなるんですよ。ところが、これをしないって制限をつけると、この制限を乗り越えるためには何をしなくちゃいけないかなって考えるので、道が見えてくるんですよ。実はそうなんですよ。選択肢が道を示すんじゃないんです。制限こそが道を示すんですよね。はい。だからすげえ金持ってる、めちゃくちゃお金も人脈もある、なんか超大金持ちの息子とかがビジネスで大失敗することあるじゃないですか。あれはまさにそれなんですよ。制限がないから。制限なかったら際限なく失敗できますからね。はい。というわけで第2位いきましょう。第2位は、スモールテストができないんです。はい。ビジネスの基本は、基本的にはちっちゃくテストして大きく育てるっていうのが基本中の基本です。どんなビジネスも必ずちっちゃく始まります。ところが、世の中にはちっちゃくテストできない仕事とかビジネスというのがございます。はい。これはやらないと僕は決めてます。今でもやらないと決めてます。なんでかというとですね、ちっちゃくテストができないビジネスって参入障壁がでかいわけで、これどういうところがやるかって言ったら大企業がやるんですよ。で、大企業とそういうのに戦っちゃいけませんと。はい。もちろん大企業に入ったりとか、自分の会社を上場させたりとかでかくするっていうのは素晴らしいことだと思うんだけど、僕の人生には向いてない。やっぱり。株主総会とかってなんか黙れとか言っちゃいますから、僕多分。お前はいいから黙れみたいな。お前が株買い、全部買い取ってるから一旦黙れみたいな風に多分言っちゃうタイプの人間なんで、ダメなんですよね。はい。だから、ちっちゃくテストして、その実験の中でものすごい大きな発見が生まれると、その小さなコストをですね、大きく突っ込むことによって化けるみたいな、そういうビジネスだったらやりたいと思うんだけど、基本的には小さくテストができないビジネスは僕はやる価値がないと思ってます。僕がね、やる価値がないと思ってます。皆さんは別にやってもいいかもしれないですけど。はい。それでは、堂々の第1位はですね、人的資本に依存するビジネスです。はい。これはもう今でも絶対にやらないというふうに決めてるビジネスですね。はい。人的資本。まあ今ね、非常に話題になってますけど、要するに優秀な人とか、まあね、素敵なチームメンバーとかがいないと成り立たないってビジネスありますよね。多少はいた方がいいんですけど、こういう人がもうビジネスの根幹を握っていて、この人が辞めたら終わるみたいなビジネス。例えば飲食店とかです。はい。素晴らしいシェフを雇ってレストランを始めても、そのレストランが超人気になったらシェフは独立しますからね。はい。っていうふうにですね、こう人的資本に依存しているビジネスは僕は基本的にはしません。協力とかはするんだけど、依存しているビジネスはしません。だから僕も実際に僕の人生超人的資本に依存してるけど、例えば D ラボなんかは僕がいなくなったら終わりですからね。ところが、逆に言ったら僕以外はいなくてもできるわけですよ。言ってしまったら。もちろんうちの弟とかアプリのチームとか開発してくれてますけど、でも、それでも依存度は低い。はい。なんでかっていうと、もともと一人でニコニコ動画のプラットフォームを使ってやってたような感じだったんで、はい。だから、やろうと思えば一人でもできるような風にしてるんですよね。はい。なんでかっていうと、やっぱりこの離反するリスク、人が離れるリスクとか、人間関係をケアしなくちゃいけないっていうですね、仕事が生まれちゃうんですよ。で、何度も言ってる通り、こういう人間関係のストレス、仕事の、時間のストレス、お金のストレスっていうのは人間の思考力を下げるので、で、僕がやってることは思考力に完全に依存してるんで、この依存しているその思考力を止めないように、下げないようにするためには、やっぱり多くの制限を受け入れなくちゃいけなかったんで、これも最初から決めてました。だから、もともと僕事務所にも入らなかったし、たくさん
マネージャーを雇ったりとか仲間を雇うみたいなこと絶対しなかったんですよ。はい、で今でも僕の会社のチームメンバーはみんな業務委託契約になってまして、お互いにね、なんだろう、上下関係とかなしに対等な関係でやってるというふうにしてるんですよ。理由はこれです。はい。一人でやって、いざとなったら一人でやって記憶力にしておかないと、やっぱり無駄なストレスを抱えて、それが思考力を下げちゃうからなんですね。はい。ということですね。第1位が人的資本が強いビジネスでした。じゃあ、第5と、お前と。世の中のビジネスは全部そうじゃないだろうと。うん。ね、在庫を抱えたりとかね、天井が決まってるけど頑張ったりとか、ね、固定費を一生懸命払ったりとか、先行投資したりとか、ちっちゃくテストできなくても大きな仕事をしてる企業いっぱいあるだろうと。ね。そういうところの方がお前より儲かってんぞって思う方いると思うんですよ。それはその通り。じゃあどうしてるかっていうと、僕は自分でやるものは今言ったルールに則ってるんですよ。で、逆に言うと、自分が投資する場合はどうなるかっていうと、僕が一人でやってるのに、他も一人でできる人に投資しても意味ないですよね。つまり自分ができないことを投資って形で関わることによって、大きな組織でできる利益と、個人を圧倒的個人にですね、極めていった時にですね、得られる利益、両方が手に入るんですよ。この両方を手に入れるためには、やっぱり投資の勉強しなくちゃいけないんですよね。ってことに気づいて、投資の勉強実は僕はゴリゴリやってて、今でも投資やってるわけなんですよ。でね、この投資力ってのはさっき言った通り、実は判断力なんですね。だから僕の仕事とめっちゃ相性いいんですよ。思考力とか判断力をですね、クリアに保つっていうことが僕がやることで、で、それが必要なのってやっぱり投資の世界なんで、で、その投資の世界でさっき言ってた、自分がやらないと決めることに関わればいいってことに気がついたんですよ。それからすごいいろんなことがうまくよくなりまして、で、そんなですね、僕も使った投資力をですね、鍛えるためのですね、心理学的な6つのトレーニングというのを、公開しております。実際にね、研究でも勝率が上がるんじゃないって話があったりとか、しておりまして、結構 D ラボではこの投資の思考力や判断力を鍛えるっていうスタイルの、投資手法をですね、ご紹介しております。はい。まあ、その磨き方をね、紹介してるって感じですね。ぜひ、概要欄、コメント欄の方から、こちらもチェックしてみてください。それでは、今日もありがとうございました。続きは概要欄、コメント欄の方から勝率アップ、投資力を鍛える6つのトレーニングでお会いしましょう。それではまた次回。バイバーイ。